部屋です。フライデー、フライデーファンタジー。あ？違う違う。サタデーナイトファンタジーだったかな。うん。金曜ロードショーの、テーマ。うん。これはね、もうトランペット吹きにとっては本当に憧れの曲なんですよね。だからね、僕はこのトランペット始める前、うん、アルトサックスやってたんですよ。まあ挫折したんですけどね。アルトサックスで、まあ吹いたんですよ。このフライデーナイトファンタジー、うん。この動画。この動画ね、1万回再生いただいてるんですよね。うん、これがね、3年ぐらい前かな。うん、といってもね、サックス歴が3年ではないですよ。この後ね、だからすぐに、アルトサックス挫折して、で、何年かして今はねテナーサックスを改めてやってるっていう感じなんですよ、うん、でこの時まあねなんとかね、まあ、フライデーナイトファンタジー、うんうん、これなんとか吹いたんだけどやっぱりねいけてないんですよね。全然いけてない、うん、というわけでね今トランペットやってるわけなんですけど、まあ、このフライデーナイトファンタジーはね実は封印してたんですよ。封印してた、うん、ある程度、うん、綺麗な音が出るまではと思って、うん、で満を持して、うん、まあ着手していいのかどうかわからないけど、まあ、自分で自分に許可を出してね、うん、やってみようとやってるわけですね。でまず大きな壁にぶち当たってるのがこのレ、低い一番下のレ。これねチューニング感をこう抜かないといけないじゃないですか。ここの作業がね難しいね。これどういうタイミングで抜くかっていうとね、これここを押さないと抜けないんですよ。先にこう抜こうとするとストップがかかって抜けないんですよ。だから押して抜くという段取りで、まあ上級者は難なくこう同時にやるんでしょうけど、同時にやることができないんで、まずは押してから抜くっていうような感じでまあやってるわけですよね。そうするとやっぱり間に合わなかったりして、今みたいにねワンフレーズですけどね、ケツがボロボロになったじゃないですか。このね連携プレー、右と左のこれ難しいね。なんかコツがあったらね教えてほしいですね。この例は難しい、チューニング感抜き方の。あとここもあるじゃないですか、これが分かんないのよ。これですよ。これ何番感っていうのかな。あ、これだ、これ今すっぽ抜けたけどね。これも一瞬動いてしまうよね。例は前も抜けるし後ろも抜けるんですよ。あらららら、あら、取れちゃいました。これヤマハの一番安いモデルなんだけど、ここがねすぐ抜けるんですよ。これが良くないよね。でこれ短いんですよ。これが大体がこれ短い、もうギリギリなんですよね。ここがダメだ。これだけ売ってんのかな。これだけ長いの売ってますかね。この前に買った中国製の J マイケルはここにギザギザがあったからね、これ抜けることなかったんだけど、ギザギザがないツルツルなんですよ。だからこれがね、このリングがポンと抜けてしまう、うん、まあ余談でしたけど、うん、というわけでね、このどっちも抜けるよね。レの時はこっち動かしちゃいけないのかな。これが何の時に動かすのかが分かってない、うん、未だに。はい、このフライデーナイトファンタジーはね、前回の動画でアップした通り、この曲もね一番最高音がチューニングベイの上のラの音なんですよ、ね、だからねこの曲もラが吹ければ、できる曲なんですね、うん、なのでねとりあえず1曲通してね吹けるようになりたいと思っております。